皆さんこんにちは。今日はかぎ針編みで作ったチュニックまたはビーチカバーアップを作りましたのでご紹介します。作り方チップスもお話ししていこうと思います。そしておまけとして最後に、後ほど男性用の棒針編みのカーディガンも紹介していますので最後までご視聴いただけると嬉しいです。まずはこちらのチュニックですが、作り方としては胸の部分にサークルと四角を組み合わせたモチーフを8枚つないでいます。だいたいフリーサイズ的なものを目指して作りましたが、ご自分の体に合わせて若干モチーフの大きさを変えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。で、この一つのモチーフなんですが、こちらがだいたい11センチちょっとですね。で、このモチーフにこだわらず大体の大きさをこれくらいにして、グラニースクエアやソリッドスクエア、その他の四角いモチーフを作っていただければいいかと思います。そして胸から下にかけてラブノットで編んでいます。日本語では七方編みというと思います。この編み方は大変簡単な上に非常に早く編み進めることができるのでおすすめです。裾の部分にはクローバーを編んでいます。実はこのクローバーの部分から編み進めることになります。胸の部分のだいたい 1.5 倍で作ります。ですから胸の部分が 11×8 枚になるので88センチなんで、だいたいこれぐるりが 88×1.5 倍ぐらいで編んでいます。このクローバー部分から編み進めるんですが、縫い合わせが面倒がないようにぐるぐる編んでいる感じです。一気に、一周編むので若干目数が多くなって大変なのはあるんですが、ただ後で縫い合わせの面倒がありません。私はクローバーが好きなんでね、ところどころ自分でもどこに入れたか忘れましたが、四つ葉のクローバーを潜ませています。全部4枚にしてもいいかもしれません。葉の大きさも大きくしたければ、これは長編みで作っていますが、長編みなので大きな葉にしてもいいかもしれません。このヒッチ法編みは簡単なので覚えるととっても便利です。段数は自分の胴体に合わせてね、長めのチュニックがお好みの場合は長く、好きなだけ長くすればいいと思います。私は途中で色を変えていますが、これもお好みで、一色で編まれたい場合は色替えもする必要はないと思います。こちらはですね、スカーフなんですが、糸処理してないんですけれども、こういった短いスカーフも小1時間あれば編めると思います。こちらは旦那の母にプレゼントしてしまったので、手元には残っていないのですが、端に七方編みをあしらった三角ショールです。こういった使い方もできますね。またこういった、これ数年前に作ったものなんですけれども、こういったボレロも可愛いと思います。ワンピースの上に貼るのにちょうどいいです。素材を変えてキラキラしたもので編めば、パーティー用の羽織物としても使えると思います。これはアルパカのレースウェイトの糸で編んでいます。今回は七方編みで編むもののアイデアの一つとしてこちらをご紹介しました。ですね、こちらのね、以前にもこちら紹介してこの編み方やってほしいという方いたらっしゃったんですけど、残念ながらこれは私のデザインではないので、ちょっと著作権的に私が動画にするのはどうかと思うので、探していただければもしかしたら誰かが動画編みされているかもしれないんですけれども、ちょっと残念ながらこちらの編み方、このボレロの編み方は私がすることできないんで申し訳ないです。とてもね、こちらはもういっぱいいっぱい3段4段とクローバーつけて可愛らしいと思います。で、次におまけなんですけれども、棒針編みの初心者の私が初めて編んだ男性用のカーディガンをご紹介します。初心者の私がですね、編み図もなく本やネットの知識をより集めて編んでみましたんで、ところどころちょっとおかしなところもありますし、まだまだ編み方が下手くそなので、本当にぬるーく生ぬるーく見ていただければいいかなと思ってます。一目ゴム編みのところがね、やっぱりビョーンとなってしまうのと、ミリアス編みもまだまだ綺麗に編めないってことと、編み地が汚いこととか、完全に裾の編み方間違ってるんですね。この、ゴム編みを始めるところのやり方も間違ってます。本見ながらね、やったつもりだったんですけど、間違えました。でももう間違ったの分かってたんですけど、途中で編み直す気力なくしちゃって、そのまま完成させてしまいました。ポケットの作り方は、詳しくポケットの作り方を解説してくださっているブログを参考にさせていただきました。一応全部形にはしましたが、外出用にできる代物ではないのかなと
というふうには思います。ただ旦那さん結構着てくれてるので嬉しいです。まあ、棒編み初心者でもこれぐらいのセーター作るやつがいるよっていうふうに思って、勇気づけられる人がいたらいいなとか、まあ、またこんな下手でも編んでる人がいると思って安心して編んでください。またこんなね下手でも編んでるやつがいると思って、まあ、ぬるーく見ていただけると嬉しいです。というわけで今日は最近編んだもの2点をご紹介しました。近いうちに最近編みましたグラニースクエアの巻きしワンピースもご紹介したいと思います。高評価とチャンネル登録をしていただけると大変嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。それではさようなら。